はい、本日は、毛利農園の毛利さんにお話を聞きに来ました。あれ、今日の出店のコンセプトを教えてください。はい、ですね、地元の桜で採れた野菜を使った、ジャムですとか。ジャム、はいはい、はい、こちらですね、はい、ジャム、はい、この辺の材料全部地元のうちで採れた野菜を。じゃあ桜さんですよね、はい、そうです、ね。畑は、名古屋でしたっけ。名古屋です。名古屋ですよね、この前お邪魔したんで、はい、これ全部ジャムが桜さん。おー、すごいね。はいはいはい、全部自分のところで作りましたので。はいはい、朝取りの。あ、わかりました。そうですね、じゃあ地元の野菜を使ったものを売るということで、はい、あと森さん、じゃあ今後のイベントとか何かありますか。来月のですね、はい、ごめんなさい、5月の12日に、はい、お伊勢公園、はいはい、水の大伊勢公園で、はい、オーガニックファーマーズマーケットっていうのをやってます、はい、出店しますんで、ぜひお越しください。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。